ちは延岡へノープランみたいなノープランなねえここ釣れるかなぐらいな感じで行きましょう。そうですね、はい。飛ぶな。いやキビリが追いかけてくるね。今キビリ追いかけてるの当たったけど、ムカつきます。キビリが1、2、あなたたちじゃないの今回は。うわ今飛んできたねこれそしてシバスじゃないからね。ウグイよウグイ。こんなブスはもうほんともう丸見えやったら3点かかりしてる。よしもういいですちょっとないかな。なんか開いた開いた。手にはめっちゃ刺さるわよ。開いた。手に重きゅうさ。うっしゃ頭めっちゃ振ってます。これ慎重にせんとバレるんですよね。ちょっとドライブ弱めでゆっくり寄った方がいいですよね。うっしゃサイズアップしました。まあまあいいサイズですよ。これなぜかですね、こう加工とかこのサーフで釣れるシラス抜き超えてるんですよね。ものすごく対抗があって独特なんですよね。夜あの昼間磯で釣れるのと違うんですよね。60ぐらいですかね。波のこう上がるところですね。ここ浅いわけですね。水深がでちょっと左に行くとあまり波が立たないんですね。でこの波の立っていないところはないところは沖に流れが出ているということですね。あそこ真ん中ちょうど今画面中央ですけども、ここが川の河口の筋になっているんですね。であの白波に向かってキャストをしてルアーをこう左にちょっと流しながら引いてくるという感じですね。サーフのポイントは難しいんですけども、この波に対しての深いところを狙うと必然的に駆け上がりをすることになりますので、そういったところを狙うとこの広い場所でもですねピンポイントで狙って釣ることができます。いい仕事してくれました。です。飛びますね。最高です。面白いです。当たりやっぱ最高ですよね。ドーンって入りますから。ミノの当たりは。